釧路、釧路です。本日は釧網本線の釧路湿原7日4号を紹介したいと思います。この列車は東路行きです。釧路を出ますと東釧路、釧路湿原、細岡、そして終点の東路の順に止まります。この列車は東釧路と釧路湿原の間にある東谷戸駅を通過するようです。なんで通過するかわかんないんですけども、あくまでもこの列車が観光列車だからなんですかね。まあとにかく7日号はこの駅を通過するようです。まあ見てもわかるように自由席に乗りました。そしてこちらは釧路駅の売店で買いましたユーチューメロンのアイスクリームです。観光列車に乗りながら食べるものがうまいですね。この列車は釧路湿原7日4号です。まあ列車名にもあるようにこんな感じで湿原を見ることができます。そもそも湿原って何なのかと言いますと、簡単に言うと湿気の多い草原っていうことらしいですね。列車は釧路湿原に到着です。この駅で結構降りる人がたくさんいました。いやね、湿原なんてね見たことはなかったね。ほんと感動しました。またね、夕日7日号っていうのも運行されているみたいで、そちらもね機会があれば乗ってみたいなと思うものでありました。ネットで見てみたんですけど、なんかめちゃくちゃ綺麗みたいですよね。見てみたいものです。ほんと。さて、釧路湿原から東路間ではしばらく釧路側と並走です。雄大な景色をお楽しみください。いや、ほんと楽しかったです。あっという間に終点の道路に到着です。まあね、せっかく来たんですからね、駅前とかどんな風になっているのか見てみましょう。こちらはホームからの様子ですね。ようこそ湿原に出会える道路駅と出迎えてくれております。駅舎はこんな感じとなっております。確か駅舎の中にカフェみたいなものがあったと記憶しております。私はそのカフェを利用していませんが、道路駅から約1分のところにあるボブズバーガーというところでキムチーズドッグとチーズバーガーを買いました。こちらのチーズバーガー870円、そしてこっちキムチーズドッグ380円、合計1250円でした。スマホ決済の代表的なペペイや電子マネーはクイックペイと ID しか使いませんが、クレジット決済もできます。食べ終わる前に網走行きの普通列車が来たんで、食い終わった時には真っ白駅でした。ただね、普通に美味しかったので皆さんも食べてみてはどうでしょうか。ここは真っ白駅から一つ先のビルワという駅です。北海道ほんと難読な駅名多いですよね。ここは白糸こしゃいから一つ先のヤムベツ。ここまで来ると網走は近いです。そしてその中間に北浜っていう駅があるんですけども、そこはね流氷に一番近い駅として知られているんだそうです。まあこれは後日知ったんでその駅の写真はないんですけども、ぜひとも冬の時に北海道を訪れてそこを見てみたいと思うのでありました。さて列車は終点の網走に到着です。ここからは関北本線の特急オホーツクに乗り換えです。これ逃すと亀川、旭川、札幌方面行けないんですよね。そんなことで今日はこの辺とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。